こんにちは。エフランク登山家の浜です。今回は雲取山に登ってきました。第1回目のね、登山で登ったことがある山です。第1回目の時は奥多摩小屋でテント泊をしました。今回は三条の湯と雲取山荘に泊まってきました。三条の湯と雲取山荘って言ったらもう有名な山荘ですよね。もう一回は泊まってみたいと思っていました。で、実際泊まってみるとね、ご飯も美味しいし、お酒も美味しかったです。もうどっちもね、素晴らしい山荘でした。では、動画をご覧になってください。どうぞ。地図で説明します。JR 奥多摩駅からバスに乗ります。ぐーっと乗って、鴨沢西バス停で降ります。で、ここから歩いていきます。ぐーっと歩いて、お祭りバス停まで歩いて、お祭りバス停の近くにある登山口、入り口から登山開始です。ぐーっと登っていきます。で、ここに三条の湯があります。12月3日は三条の湯に宿泊します。で、12月4日朝から登山開始。雲取山に登ります。で、近くにある雲取山荘に泊まります。12月4日は雲取山荘で宿泊です。で、12月5日朝から下山します。ぐーっと下山して三峯神社まで下山します。で、ここからバスに乗ります。バスに乗ってぐーっと来て、西武秩父駅まで来ます。で、ここから電車に乗って帰りました。こんな感じですね。これが今回持っていく装備です。これがね、40リットル防水リュック、ストック、テムレス、普通の手袋、簡易寝袋、ヘッドライト、で、これがチェーンアイゼン、で、レインコート、帽子とタオルと着替え、あと水入れ、あと消毒薬、包帯とかね、こう、絆創膏とか、ティッシュ、で、蛍光色、チョコバーですね。で、バッテリー、ソニーのアクションカム。これが今回持っていく装備です。今8時20分です。奥多摩駅前です。バスに乗ってね、鴨沢西に行きます。トイレは工事中みたいですね。ここでね、登山届を出していきます。おっさん、悲しい嘘つくのはやめなさいよね。これですね。8時42分のバスに乗っていきます。鴨沢西。今ここですね。奥多摩駅。
ここまで行きます。本当はここまでに行ってほしいんだけど、ここまでしか行かないです。ここから歩きです。ここまで雲取山ですね。三条の駅雲取山。今9時20分です。鴨沢西バス停に到着しました。ここですね。お祭りまで歩いてきます。すごいですね。山に囲まれてます。こっちですね。あっちに歩いていきます。今9時45分です。お祭りバス停に到着しました。天気が良くて気持ちいいです。登山道入り口はこっちかな。もうちょっと先にあるみたいです。あとちょっと歩きます。ここが登山道入り口ですね。雲取山、飛龍山、登山口。三条の湯へ10キロ、徒歩約3時間。今9時52分です。これから登山開始します。昭和35年10月竣工ね。塩沢橋。水がきれい。東京水道水源林。今12時半です。現在地ここですね。ここからぐーっとね上がってきました。で今日はこの三条小屋に泊まります。で明日はこのね雲取山、ここに登ります。車で来れるのはここまでみたいです。ここまで、ここからは歩いていきます。
三条の湯、雲取山方面、お祭り、鎌沢方面ですね。さあ、こっち行きます。綺麗な滝ですね。見てて気持ちいいですね。落ち葉で滑らないようにね、気をつけないといけない。やっと三条の湯が見えてきました。今日はね、ここに泊まります。結構立派なね、宿ですね。綺麗ですよ。下がね、テント場になってます。ここがテント場ですね。まあ、今日は平日だからテントは全然張ってないですね。まあ、ここにねテント張ってみたいですね。さあ、行きます。テント場はこっちから降りるみたいですね。今13時15分です。三条の湯に到着しました。いや、天気が良くて気持ちいいです。景色もいいですね。こっち登山道ですね。こっち側が佐原峠ですね。こっち側が飛龍山ですね。ではね、宿泊の受付をしに行きたいと思います。すごいな、薪がたくさんありますね。三条の湯受付、雲取山登山道。いいですね、この雰囲気いいですね。もう煙が出てる三つ山、これ泊まるとこですね。あ、こんにちは。もう三条の湯、お菓子とか。お疲れ様です、ご自由にどうぞ。お、すごいな。お、いい香りがする。なんだろう。あ、食堂ですね。受付どこだろう。さっきのとこか。ここかな。あ、ここか、受付。ここだ。今日の宿は、飛龍です。ここですね。飛龍、ここに泊まります。もう結構広いですね。日当たりもいいです。ちょっと脱ぐか。
いやー、天気がいいですね。気持ちいい。ストーブもある。布団もありますね。結構広いですね。じゃあこれからね、食堂で何か昼食を食べに行きたいと思います。鹿肉カレーライスください。見やすい。今午後の2時です。お昼を食べて部屋に戻ってきました。鹿肉カレーライス美味しかったです。スパイシーなカレーでコクもあってね、美味しかったです。あと日本酒もね、美味しかったです。今ね、もうお風呂入れるらしいんだけど、ちょっと休憩してからね、お風呂に入りたいと思います。夕食はね、5時半から、5時半頃って言ってましたね。朝食も5時半頃だそうです。とりあえず、柿ピー200円、これ買ってきました。あとこれ、タダなんでね、これ1本もらってきました。ありがたいですね、これ。サービスいいですね。チュッパチャップス、タダってね。柿ピー食べたら、ちょっとね、お昼寝したいと思います。雲取山はこっちですね。こっちの登山道。公衆トイレ。すごいドアがすごい綺麗ですね。もうすごい綺麗なトイレですね。こう水場ですね。お、ありがたいですね、こういう水場があるのはね。
男。今16時です。お風呂入りに来ました。もういい感じですね。いや、気持ちいい温泉でした。月が見えますね。じゃあね、部屋に戻ります。あれ、土日はもっとお客さん多いですか？そうですね、先週で50人あ、多いですね。50人超えでですね、テント含めると7、80人ですけどね、まあ、お風呂も混雑すごいですけどね。まあ、薪がよく集まるのも一つあるし、あとは水が豊富にある。で、沢の水使って電気を発電してまして、ね、水力発電、あ、水力発電ですか、うん。まあ、そのおかげで電力は豊富にあります、うん、充電も開放してますので、よかったら、まあ、もし興味のある上手い人がね使ってもらって構いませんので、ね、ここの山小屋だとね、山の中だと近所迷惑とかあんまり考えなくて、うん、ショートマークがよかったです、うん。いやー、食いました。いや、ご飯3杯食いました。お腹いっぱいになりました。月が見えますね。真っ暗です。あとはもう寝るだけです。まだね、夕方6時なんですよね。夕方6時。ドコモの電波も入らないし、消灯はね、夜9時です。横になってますね。よし。よいしょ。